はーい、どうも、ナナトだよ。皆さん、ファイナルフェス4日間、お疲れ様でした。自分はね、まあ、最後のフェスってことでもあって、まあ、最初はね、全武器、勝つまで終われない放送して、まあ、18時間かかったらぶっ続けで18時間。で、その後は、ファイナルフェス最終日は、姫ちゃんに会いに行って、プロポーズして、最後は視聴者と一緒に、コント派として、頑張って、もう姫ちゃんが勝つためにめちゃくちゃ頑張ってきた。もう100倍マッチも2回勝った。もうこれはね、もう、姫ちゃん勝つこと祈るしかない。ということで、なんか、ファイナルフェス結果がね、ついに出たみたいなんで、見ていきたいと思います。もうこれ勝ったら俺泣くわ、マジで。やばい、本当に緊張してきた。ちなみにネタバレ注意なんでね、まあ、サムネとタイトルではわからないようにしてるんでね。はい。いや、マジでドキドキしてきた。いや、こんなにドキドキするあれ、フェス結果は初。この結果によってね、これからのスプラトゥーンの世界が変わっていくのかな。よし。まあ、得票率はね、おそらく混沌の方が多い。やっぱり、ここね、ここで一歩リード。本当に緊張してきた。やばい、ドキドキ、胸のドキドキが止まらない。これで、勝敗が決まる。お願いします。おぉ！姫ちゃん！やったよ！マジか！やったー！報われたよ、マジで。やばい。これやばい。姫ちゃん勝った、マジで。本当に嬉しい。いや、本当に嬉しい。いや、マジで混沌派のみんな頑張ったわ、マジで。ここに来て圧勝で秩序派に勝っていく。いやー、本当に嬉しい。これちょっとセリフは見逃せないな。混沌派のみんなありがとう。展開が読めない。カオスのバトル、生かしてたぜ。秩序派の皆さんもとても頑張ってましたよ。え、これどうなんの？姫ちゃんとイダちゃんの関係。さて、はい。私がノブゾム世界ってやつだけどな。覚悟はできてます。え？飯田ちゃんはどうなんのこれ。私たちテンタクル。どういうこと？テンタクルズ解散するってこと？それは俺は嫌だ。それなら秩序派でいい。やっぱり嫌です。覚悟なんてできません。姫先輩それ以上言わないで。いいら、私がフェス中にずっと考えて出した答えならちゃんと聞いてくれよ。そんなに、わかりました。言ってください。私たちテンタクルズは今回のファイナルフェスをもって、テンタクルズは本格的に世界進出することに決めたぞ。シャーやったるぜ。どういうこと？飯田ちゃんびっくり。何？どういうことだ、これ。俺も解散するかと思った。やっぱ姫ちゃん最高だわ。うん、俺やっぱり、飯田ちゃんのものだ、姫ちゃん。プロポーズしたけど。姫ちゃんにプロポーズしたけど、やっぱり、飯田ちゃんから姫ちゃん奪うことできねえ、俺。やっぱ俺プロポーズ取り消すわ、姫ちゃん。うん。だからね、うちらテンタクルの無敵の最高カラーで世界を塗り替えるんだ。もうそうだよ、姫ちゃんは飯田ちゃんのもんなんだ、これ。姫先輩、やばい、もうこれ感動してきた俺。やばい。いやもう、頑張ってって感じ、テンタクル。もう頑張ってしか言えないこれ。おぉ。久々にスーパーサザエ24個もらった気がする。はい。ってことで、皆さん、フェス結果無事、混沌派が勝つことできました。本当に嬉しい。で、テンタクルズも解散せずに済んだ。でも、これどういうことなんだろうね。これからのスプラトゥーンの世界は、混沌
カオスになっていくってことなのかな。これは次回作に影響してくるかどうかわかんないけど、おそらく影響してくるのかな。もうますますね、ちょっと次回作に、期待が高まるんだけど、なんかね、もう開発者側は、なんかスプラトゥーンの次回作はまだ、開発にも至ってないらしいので、まあでも次回作はまだまだこれからかな。まあ多分、イカ研究員からしたら、まだまだスプラトゥーン2楽しんでほしいってことなんで、まあこれからも、まあまだまだスプラトゥーン2、俺は楽しんでいこうかなって思ってます。はい。皆さん、フェス、ファイナルフェスお疲れ様でした。これからもスプラトゥーン2盛り上げていきましょう。はい、じゃあお疲れ様でした。今日の動画はこれで終わりです。さよなら。はい、最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画気に入っていただけたなら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。あと、ツイッターもやっているので、ぜひ概要欄のリンクからフォローお願いします。それじゃあね、バイバイ。ナナトでした。また見てね。バイバイ。